皆さんは天使という言葉にどのようなイメージがあるでしょうかよく世間では笑顔がとても可愛い子供のことを天使のような笑顔と言ったりしますがこれは天使に対して世間一般的なイメージがどのようなものかを知る手がかりになりますすなわち天使のイメージとは いつも優しくて愛らしい存在です。さらに、純粋であり、良いことを行うに忠実であるというイメージではないでしょうか。聖書では、天使、すなわち、天の父なる神様から使わされた存在について、次のような聖句があります。見ついたちは、すべて使える霊であって、 救いを受け継ぐべき人々に奉仕するため使わされたものではないか。使える霊とは基本的に父なる神様に使える存在であることはわかるのですが先の聖句によれば救いを受け継ぐべき人々に奉仕するとありますので見つかりたちは父なる神様のご命令によって クリスチャンに奉仕している存在であることもわかります。まさに、父なる神様に対して、良いことを行うに忠実である、ということがわかります。さらに、使える霊の霊という部分に関してですが、霊は私たちには基本的に見えません。よって、せっかく私たちに奉仕してくださっておられるのに、 私たちはその姿を目で確認することができないのは残念な気がします。しかし、聖書と証ののうによれば、見つかりたちの存在と働きを知ることができます。実際に聖書の中では、見つかりと会って話をしている人がたくさん出てきます。例えば、アブラハムです。主はマムレのテレビの木の傍らで、 アブラハムに現れられらたそれは昼の暑い頃で彼は天幕の入り口に座っていたが目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた彼はこれを見て天幕の入り口から走っていって彼らを迎え地に身をかがめていった我が主よもし私があなたの前に恵みを得ているなら どうぞ、しもべを通り過ごさないでください。水を少し取ってこさせますから。あなた方は足を洗って、この木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。元気をつけて、それからお出かけください。せっかくしもべのところにおいでになったのですから。彼らは言った。お言葉通りにしてください。 アブラハムには常日頃から旅人をもてなす良い習慣がありました。それはアブラハムが神の契約者としてふさわしい隣人を愛する品性を持っていたことを世の中に明かししています。それでアブラハムはこの三人が密会であることにも気がつかずにただいつものようにもてなしたのでした。 旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにして、ある人々は気づかないで見つかりたちをもてなした。実は、このアブラハムがもてなした三人の見つかりの中には、契約の天使といわれる創造主イエス・キリストもおられました。ここで、え、なんで神の御子であるイエス・キリストが見つかりなの と思われれた方もおられるでしょうかここで聖書を用いてその根拠について考えてみたいと思います。旧約聖書の中には新約聖書で人となってお生まれになる前の契約の天使イエス・キリストが父なる神様の見つかりとして登場する場面がたくさんあります。例えば、モーセがシナイ山の燃える芝の中で 初めて神様と出会った記述を見てみましょう。モーセは妻の父、ミディアンの祭子エテロの羊の群れを飼っていたが、その群れを荒野の奥に導いて、神の山ホレブに来た。時に、主の使いは芝の中の炎のうちに彼に現れた。彼が見ると、芝は火に燃えているのに、 その芝はなくならなかった。モーセは言った。言って、この大きな見物を見、なぜ芝が燃えてしまわないかを知ろう。主は、彼が来て見定めようとするのを見、神は芝の中から彼を呼んで、モーセよ、モーセよ、と言われた。彼は、ここにいます、と言った。神は言われた。 ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。また言われた。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。まず最初に、 モーセに現れたのは主の使いであったと記されてあります。英語の禁定訳では The Angel of the Lord となっています。ここでの疑問は、それが非造物である天使だったのかどうかですが、そうではないという根拠として、神は言われた。ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。 あなたが立っているその場所は聖なる地だからであるという創造主と被造物の礼拝関係に言及されてある部分があります。それゆえ、主の使いは礼拝の対象者としての立場である創造主キリストであったことがわかります。さらに、モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠したとも記してありますし、 このお方はご自分の立場を私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると宣言されておられます。それゆえ、この主の使いである御使いは旧約時代に父祖たちと契約を結ばれた神であられたことがわかります。ある日、 モーセが神の山ホレブの近くで羊の群れを導いていると芝が燃えているのにその枝や葉や幹が焼き尽くされないのを見た彼がこの驚くべき光景を見ようと近づいた時炎の中から声がして彼の名を呼んだモーセは震える唇でここにいますと答えた彼は軽率にそこに近づいてはならないことを警告された 足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。それは過去の時代に父祖たちに契約の天使として出現なさったお方であった。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。 逆に、もしシナイザ山に現れた種の使いが天使だったのなら、この礼拝関係を拒む言葉を発していたことでしょう。実際、ヨハネの目視録の中で、見会である天使がヨハネに現れた時、彼はあまりの栄光に驚いて、天使を礼拝しようとしました。しかし、天使はそのような礼拝関係を拒んでいます。 それから、見つかいは私に言った。書き記るせ、子羊の婚縁に招かれたものは幸いである。また、私に言った。これらは神の真実の言葉である。そこで私は彼の足元にひれ伏して、彼を這いそうとした。すると彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私は、あなたと同じしもべ仲間であり、またイエスの証人である。 あなたの兄弟たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを拝しなさい。イエスの証はすなわち予言の霊である。しかし、シナイ山に現れた密会であられる創造中イエスキリストは、この礼拝関係について拒まれず、モーセにご自分との礼拝関係を明らかにされています。そしてさらに、 創造主がご臨在される場所なら、そこがどこであっても聖なるところとなり、そこにおいて礼拝が可能であることがわかります。なぜなら、ヨシアがシナイ山ではないエリコの町に向かう途中で、密会であられる主の軍勢の将と出会った時にも、創造主がご臨在される場所が聖なるところとなって、 そこで礼拝関係について明らかにされた記録があります。そこではやはりシナイ山でのモーセと同じ言葉がヨシワにも投げかけられています。ヨシワがエリコの近くにいた時目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持ちこちらに向かって立っていたので ヨシアはその人の人ところへ行って言ってたあなたは我々を助けるのですかそれとも我々の敵を助けるのですか彼は言った。いや私は主の軍勢の将として今来たのだ。ヨシアは地にひれ伏し敗していった。我が主は何をしもべに告げようとされるのですかすると主の軍勢の将はヨシアに言った。 あなたの足の足靴を脱ぎななさいあなたが立っているところは聖なるところであるヨシヤはそのようにしたここで主の軍勢の将という立場は必ずしも非常物である天使という立場であるとは限りませんむしろ全ての天使の司令官という ミコイエス・キリストのお働きを表した立場になります。そしてこの主の軍勢の将という立場を取られている場合のミコイエス・キリストのことを聖書ではある名称で呼ぶことによって明確にしてあります。それはミカエルという名前です。見つかりの頭ミカエルは モーセの死体について悪魔と論じ争った時相手を罵り裁くことはあえてせずただ主がお前を戒めてくださるようにと言っただけであったこれはモーセが寝坊山で眠りについた後サタンはモーセは罪を犯したので復活させて救われるのは不当だと主張してきたことに対して 主の軍勢の将、または旧約の神であられるミカエルは一言、主がお前を戒めてくださるように、と言って、神のご栄光によって、モーセを復活させられました。ここで、主とは、父なる神様のことです。モーセはこの復活の後、天に引き上げられ、変貌の山で同じく天に引き上げられたエリアとともに、 人となって苦難の絶頂にあられたイエス・キリストを励ますために変貌の山に送られました。天に移されたモーセとエリアは変貌の山でキリストの苦難についてキリストと語るために使わされ、天の栄光を神の御子に伝達するものとなった。モーセは神から非常に尊ばれた。 彼は友達と語るように顔を合わせて神と語る特権を与えられた。神は他の誰にもお示しになったことのないほどの優れた栄光をモーセにお示しになった。このように見つかいという言葉の中には父なる神様の意志を罪の世界である地球で成し遂げる二つの立場が 含まれていることがわかります。一つは、創造主であられる、ミコイエス・キリストの主の軍勢の将、そして旧約時代に登場する神、すなわち契約の天使という立場です。そして、見つかいの言葉のもう一つの立場は、ガブリエルなどの非造物の天使。彼らは主の軍勢であり、 人間に奉仕するために父なる神様から使わされた使える霊という立場になります。このように見つかいとは双方の立場とも父なる神様の意志を行うために罪の影響下にある地球でそれぞれの役割を果たしておられますがその父なる神様の意志とは何でしょうかそれは 罪によって永遠に失われつつある人類を永遠に救うことなのです。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を翻して、 その悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ。あなたはどうして死んでよかろうか。そして、この前点が一つとなって働きかけておられる救いというテーマに、私たち罪人も協力することができます。いえ、協力しなければ救いは達成されないのです。 聖書に記されてあるイスラエルの民の歴史は、まさにこの重大なテーマを成し遂げるために、父なる神様、ミコイエス・キリスト、聖霊、天使たち、さらには神の預言者たちが完全に一致して全力で奉仕していたにもかかわらず、サタンの形式主義の惑わしによって、その事実を完全に 見失っていました。そして彼らは自分の義を打ち立てることに懸命になることによって、これらの尊いテーマをおろそかにしてしまったのでした。イスラエルの人々は彼らが神に導かれているということを常に忘れた。彼らは契約の天使が彼らの目に見えない指導者であり、 キリストが雲の柱に隠れて彼らの前に進み、モーセは彼から全ての指示を受けているということを忘れた。それでは、私たちは私たち自身の救いのために、どのように見つかいに協力するべきでしょうかそれは、言い換えるならば、どうしたら神の契約を 見つかいの助けによって維持できるでしょうかということになります。神の契約は私たちが罪を犯すたびに契約解除となっています。しかしありがたいことに真心から悔い改めればキリストの十字架の功績と大祭司キリストの取りなしによって再び再契約をしていただけるのです。 しかし、これを人生の中でひたすら繰り返していることが救いではありません。多くのクリスチャンが再臨までこのことを繰り返していること自体が救いである。もしくはいつかこのことが解決するという希望が救いである。と勘違いしています。しかし、救いとは決してこの契約解除と 再契約の繰り返しではないのです。それでは、救いとは何でしょうかそれは、私たちが契約解除と再契約を繰り返すこと自体がなくなること、すなわち、契約の天使であられるキリストの功績のおかげで、神の契約が完全に成就することにより、もはや 罪を犯さなくなくるとということです全ての国民、部族、国語、民族に伝えられるべき福音は永遠の命を得るための条件は復従であるという真理を明確に提示している。キリストは彼が自分たちの罪を取り去ることに同意する人々に彼の義を分け与えられる。 我々はキリストのおかげで彼にあって完全にしてもらえる恵みをいただいている。ここでこの約束を実現するために私たちに求められていることは服従、すなわち、父なる神様から提供されている見つかいの働きに喜んで協力するという服従になります。主は 我々すべてのもののためになすべき働きを持っておられる。もし真理が心の中に定着しないなら、もし生来の品性の特性が精霊によって変えられなければ、我々はイエス・キリストの協力者となることは決してできない。事故がいつも現れるので、我々の生活の中に キリストの品性は現れないここで、真理が心の中に定着とありますが、これは何のことでしょうかそれは、神の契約が心に定着することを意味しています。神の契約の素晴らしいところは何だったでしょうかそれは、精霊によって罪に勝利できるように、 再創造されるという約束です。父なる神様から使わされている見使いたちが、この実現のために全力で働いているにもかかわらず、私たちがそれを知らず、また知っていても心に留めず、協力しない傾向にあるのは、一体どういうことでしょうか実は、 私たちが神様から使わされている見つかりに協力することを妨げようとする勢力もまた全力で働きかけているからです。その存在こそサタンの使いである悪天使です。神の言葉の中には我々の世界において人間に影響を与え支配する二つの愛争う勢力が示されている。 これらの勢力は絶えず全ての人間に働きかけている。神の支配下にある者、天使の感化を受けている者は、目に見えない狡猾な闇の働きを見抜くことができるであろう。天の媒介との調和を望む人々は、神の御心を行うよう熱心に努めねばならない。 彼ららははサタンとその天使たちにどんななな隙も与えてはならない。しかし我々が絶えず防衛していなければ敵に負けるであろう。我々に対する神の御心の厳粛な啓示が全てのものに与えられているが神の御心を知っているということは助けを求めて神に熱心な嘆願を捧げ祈りにお応えになる 神と協力するよう勤勉に努める必要性の代わりにはならない。神は人間を通してその目的を遂げられるのである。この目に見えない二つの勢力の大相当の中に私たちは生きているのです。そしてどちらに協力するかが まさに私たちの運命を決定するのです。皆さんは果たしてその戦いの中に自分が生活しているという自覚があるでしょうか私はあなた方にもし聖天使たちの奉仕を受けていなかったとしたら一体どのような状態に取り残されたことであろうかを考えていただきたい。私たちの戦いは 血肉に対するものではない。我々は人々の反対に合うが、その反対の背後には誰かがいる。それは絶えず働いている悪天使たちを伴う闇の主権者である。だから、全員が我々の戦いは、諸々の支配と権威と闇の世の主権者に対するものであることを熟考されたい。 今日、世界を支配しているのは誰か闇の主権者の旗の元に立つことを選んだのは誰かほとんど全世界である。イエス・キリストを受け入れなかった世界はすべて暗黒の君を自分たちの指導者に選んだのである。そしてその旗の元に立つやいなや、彼らは悪天使たちとのつながりを持つのである。 悪天使あるいは神の見遣いのどちらかが人々の思いを支配している。我々の思いは神の支配に委ねているか、それとも闇の主権者の支配に委ねているか、どちらかである。我々は魂の敵に抵抗するために力の限りあらゆる備えをすべきである。 全ての準備はなされている。自分自身の有限な力で闇の試験者との戦闘を続けるために、自分自身の衝動や有限な力に頼ることのないように、神の計画のうちに全てが整えられている。なぜなら、もし彼がこのように放っておかれたとしたら、必ず失敗するからである。 神の側の軍勢に協力するとは、私たちがサタンの軍勢の誘惑や攻撃によって罪を犯してしまいそうになった時、すぐに助けを祈り求めることです。神様が私たちの救いのために援軍を送ってくださることは、私たちが助けを祈り求めることによって正当的なこととなります。それは、サタンの軍勢が この戦いに敗北して退散するときに一言も不当であると言わせない神の完全な秩序の方法となります。そのために私たちはこの強力な保護天使がいつも私たちクリスチャンに与えられており必要に応じてさらに援軍をも与えられるということを覚えて活用しなければなりません。 このようにして、今までは、いつも罪に打ちまかされていた戦況が、罪に勝利し始める戦況へと変わっていくのです。神様はこのような力強い保障を私たちに約束しておられるのです。これが、霊の戦いに勝利するための唯一の方法なんです。こうして神の民は、 暗黒の君の欺慢の力と絶え間ない悪意にさらされ、悪のあらゆる勢力と戦う時にも、天使たちの絶えざる保護が保障されている。必要がなければ、このような保障は与えられはしない。神がご自分の子供たちに、恵みと保護の約束をお与えになったということは、当面すべき強力な 悪の勢力、無数の断固たる疲れを知らぬ勢力であって、その悪意と力について無知であったり、無関心でいては、誰一人安全ではありえないがあるからである。毎日の生活の一つ一つに、目には見えない戦いが繰り広げられているという事実を私は実感しています。 なぜなら自分の何気ない仕草によって例の戦いの戦況は大きく変わるからです。自分にとってはちょっとしたきっかけが罪に誘う第一歩となり、もしそこで神様の側から心に警告が与えられたとしても、そこで自我を優先するときには罪を犯してしまうからです。しかし、 私はまだ諦めません。なぜなら、父なる神様の意志である救いというテーマは、このような罪深い私をも永遠の救いに移してくださるということを知っているからです。そのために、かりは今もなお、このような私のためにも絶えず奉仕しておられるのです。この事実を知っているがゆえに、 悔い改めて神様に立ち返ることを諦めきれないのです。罪への傾向を生まれつき持っているからといって失望する必要はない。神の霊が罪を示すとき、悪を行う者はその悪を悔い改め告白し捨てなければならない。忠実な見張り人たちは 魂を正しい道に導くように見守っている。ぜひ皆さん、この目に見えない罪との戦いの勝利のために、神様の側から強力な助けが与えられている事実を常に覚えて、日々、罪と自我との取っ組み合いの中で、勝利の証を集めていきましょう。 そして皆さんのその証を私も励みとしたいと思います。お互い神にあって勝利者となりましょう。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、私たちの目に見えないところで霊的な戦いが繰り広げられております。そこでは 私たちを保護する見遣である天使たちと、そして暗黒の君の悪天使たちが壮絶な戦いを繰り広げております。私たちはこの戦いに無関心であってはなりません。私たちもこの心の中で行われている自我との戦いにおいて、あなた様がお使わしになられた見遣に協力し、そして 罪に対して勝利の経験を、その証を得ていかなければなりません。全くそのような信仰が私たちには欠落しておりますけれども、しかしあなた様の約束を信じ、いつもこのことを希望とし、この戦いに勇気を持って歩んでいきたいと思います。どうぞあなた様のご計画によって、この穢れた品性が 最終的には、勝利の清められた品性へと作り変えられますように、お導きお助けください。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。